コブラのコブラを流出された男、漫画家の寺沢武一先生はお手伝いとして書斎に住み込んでいた女性に睡眠薬を飲まされ、局部など不適切な画像を含む7000枚を盗撮され、 LINE や Twitter を乗っ取られるなどの被害を受けた。乗っ取った LINE や Twitter で局部画像を流出するなど周囲に迷惑をかけたため退去させたが、その逆恨みで週刊誌に被害を受けたと告発された。ただし双方の言い分が食い違っている部分があるため真相は明かされていない。寺沢武一は手塚治虫のアシスタントとして学び、コブラを大ヒットさせた。脳腫瘍の手術を3度行い、左半身が麻痺し要介護の車椅子生活になった。ポプテピピックのグッズでサイコガンが無断使用されたとして問題になったが、寺沢武一は怒ってないなどコメントし、その後コラボ T シャツが発売されている。コブラに憧れた男カズレーザーは高校1年生の時から赤い服を着続けている。寺沢武一はそんなカズレーザーを心が美しい愛すべき人間と評した。